ただその、まあ、その停戦の状況によっては、まあ、この我々あの日本人として考えなきゃやっぱり中国なんですけれども、うんうん、これはどういう展開が予想されるでしょうか。そうですね、まあ、中国のさあの冒頭で申し上げていたんですけど、やっぱ中国の影響力が私は非常に増したと思っています。そうですね、でまず中国が、ロシアが中国にあの一層依存するようになったと思います。でもう一つはやっぱり中国は外交的に、はい、まあそのまあ、停戦またはその平和交渉のあのアッセンシャーを、はい、やっぱり多分目指していると思います。ですので中国の、うん、なんていうその存在感が、はい、おそらく、まあ、増したかなと思います。うん、であとあのもう一つやっぱり感じるのは、はい、でいろんな議論がある、これが 100% 正しい、はい、と、まあ、な思わないというか、うん、思えないでほしいんですけども、はい、私から見れば、うん、中国は制裁の対象にならないほど大きくなった、はいはい、でそれが多分今回の制裁を理由にいろんな、まあ、ブロックを作ったり、そしてどうやって、まあ、抜けるのかを一生懸命やっぱり考えていると思う。だから将来もし中国に対して制裁しようと思ったら、中国がどのようにその抜き道を作るのかが今多分一生懸命構築しようとしている。でそのはい、制裁は相手の国に対してだけではなく、うんうん、結果としてあの自国民もそうです、ね、影響を受けるので、はい、アメリカの経済がご存知のように、うん、あんまりにも中国に依存している、うん、だから日本としてはまずやっぱりその中国への依存度から、うん、切り離すことが極めて大切。でこれがあのディカップリングというんですけれども、とにかくサプライチェーンとか、まあ、それ以外経済的な側面金融的な側面は可能な限り中国との関係を、まあ、遮断に近い形でした方がいいと思います。経済安全保障上的に、でもちろんあと、本来の安全保障そのものには、例えば、まあ、一部の方々が、いや中国はこの台湾、はい、侵略をもう見直しているんで、もうしないことにしている。おっしゃる方もいますね。で私はそれがちょっと考えられないと思う。むしろ、まあ、見直しているのは見直していると思うんですが、はいはい、だけれどもロシアは何を失敗したのか、はい、そして国際社会、はい、あるいは西側が何をどういうふうに対応したのか、はい、特に制裁の面で、はい、であとその一番関係する国々である、はい、まあ、台湾、日本、アメリカがどのようにこの問題に対応したのかを、うんうん、多分一生懸命やっぱり検証している。今分析をしているわけですね。はい、で、その教訓は何なのか、はい、という意味ではより強い台湾侵略政策のもののために使っていると、私はそういうふうに思ってます。で、今回国際社会がちょっとやっぱり失敗したと思うのは、はい、やっぱりその制裁がいきなり、まあ、まあ最大に近いものにしたんです、ね、いろんな抜け道がまだあるんですけども、はいはい、で本当は制裁が多分逆の使い方が、まあ、あるべきと思う、はいはい、まず、まあ、一定の制裁を加えて、はい、でそこでその、まあ、相手から情報を、まあ 出すとか引き出す、うん、でも応じなければ、うん、さらに強い制裁をする、はいはい、で応じなければ強い制裁する、うん、でそれ時間がかかるけれども、うん、そのいろんな取引はできるんですが、うん、今回はもうロシアがもう
一切悪者で、うん、ということになってんで、その一般国民までやっぱり制裁が加えられてる、はい、で、ね、でまあ、国際交流とか学術的交流とか文化的な交流とかが全部ストップになっている、うん、非常にやっぱりおかしな状態になっている、うんうん、だからやっぱりまあ私たちが、うん、ウクライナの、まあ、情勢から学ぶものは本当にたくさんあるというふうに思ってます。今回なんかロシア人が差別されてるとかですね、うんうん、ヨーロッパではですね、はい、アメリカでも、アメリカでもですか、はい、ちょっと行き過ぎじゃないかって感じそう、と思う。例えば、私は昔行ったことあるんですけど、その、はい、ロシアンティーハウスという店がニューヨークにあります、はいはいはい、でオーナーが実はウクライナ人、あ、はい、でその店が、被害を、に遭ってたんですけれども、うん、で、ロシアティーハウスに名前にしたのは、はい、それがもっと人たちが集まるという意味だったん、はい、ウクライナティーハウスにしたら多分商売にならなかったんですけども、そういうことがあったんですけども、結局ロシアの名前がついているので被害があったん。だからそういうような、なんていう、その、まあ、差別的というか、これが異常の状態です、はい、ちょっとこの異常になっているのを見ると何か意図的なものがすごく感じたりとかしますよね、はい、やっぱりですね、でそれでですね、もう一つですね、多くの方がですねおっしゃっているのが、うん、いわゆる石油とか地下資源がロシアに、うん、はい、それプーチンはもう全部その囲い込んでやってしまって、うん、でそれをオープンにしろという、そういう力がすごく強いんじゃないかって、そういうものにアメリカというのは動かされてるんじゃないかっていう見方が結構あるんですけども、これはどんなふうにご覧になりますか。まあ、あると思いますが、うん、やっぱり何かの、まあ、政策を展開するときは、はい、まあ、多分一つだけの理由じゃないと思う。そうですね、はい、そうですね、はい、あと見えるものと見えないものがある、そうなんですね、はい、でいつも申し上げているんですけれども、うん、やっぱり報道されているニュースは重要じゃないと私は思ってます、うん、報道されていないニュースの方が、はいはい、なるほど、その重要度とか重要性がある、うん、報道されているものは誰かが何かの理由でそれを報道してほしいから出ている、うん、なるほど、誰かがリークしたりとか、うん、まあ、いろんな思惑がある、うん、だから何が報道されているのではなく、うん、何が報道されていないのかはまず見る人があると思う、うん、なるほど、でさらになぜこれが報道されているのか、うん、そしてなぜこれが報道されていないのか、うん、この何よりなぜの方がさらに重要というふうに思ってます、うん、なるほど、はい、これは多くの日本の皆さんに知ってほしいことですよね、うん、結構テレビで言ってることは正しいと信じる人が結構多いものですから、うん、それからあれなんですね、アメリカがこれから日本にとって頼れる国なのかっていうことにすごく疑問が広がってる面もあるんですけども、はいはい、この行方、アメリカの行方っていうかですね、今回のウクライナでまたどうなっていくのか、11月にはまた中間選挙があると思うんですけども、はい、そのあたりの展望っていうのはエルドさんどんなふうに描いてられますか。そうですね、まあ、実は私はもう前から、まあ、同じ意見ですけども、はい、今は、まあ、バイデン政権ですけども、はい、私は民主党共和党に一切所属していないので、はいはい、その自由に批判ができる、自由に発言できるために、もう距離を置いているんですけれども、はいはい、だから、まあ、両方とも問題だらけですが、うん、だからそのいろんな意味では、例えば法の支配とか、はい、政府の在り方とか、予算の使い方とか、はい、いろんなやっぱり問題がある、うん、で、あと社会的には非常におかしくなっているところ、うん、そして、まあ、さっき触れていた言論の統制とか、はい、そういった問題が非常に狂っている社会になっていると、うん、
感じてます、うん、で個人的で強く感じるようになったのは、はい、私は海兵隊から解任された、はい時期だったんで、うん、で要するに2015年ぐらいだったかな、はい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 、で、あ、これおかしな、おかしなと思ってて、うん、でその年の秋に、うん、親戚の結婚のためにアメリカに戻ったら、はい、そのアメリカではみんなやっぱイライラしていたん、うん、でなぜイライラしてるんかなとずっと思ってて、うんでその次の年2016年の、はい大統領選の予備選が本格的になって、はいはい、でそこでサンダースが現れて、はい、トランプが現れて、はい、で彼らはその国民の、まあ、苛立ちとか不満を象徴していた、はいはい、でそれに対してあの例えばロムニーとかクリントンとか、はい、こういうもう超エスタブリッシュメントの人たちが言ってて、はい、国民の不満はエスタブリッシュメントに対してあったのは私が2015年に感じたもので、それが予備選で私が探していた答えがやっぱり出てきたんで、だからやっぱりさまざまな問題が実際にはあるんで、その問題の多い国に本当に頼られるかどうかを私はいつも日本人に、うん、あの問いかけているん、はい、で、あのやっぱり、まあ、最終的にやっぱり柔軟的に、あの外交政策とか国益を定義するようにしてくださいということと、あとやっぱりあの自分の国の防衛は自分で最終的にしないといけないなと、ね、あの思うようになったんで、それが日米同盟を非常に重視している人間からすると、まあ、恥ずかしい話だ。で私はあの、まあ、沖縄とかハワイで一生懸命日米同盟のために仕事していたつもりだったん、はいはい、で今でもいろんな形で関わっているんですが、うん、アメリカはもっとしっかりしないといけないなと、うん、いうふうに思っています、うん、でやっぱり政府が、はい、なんていうその日本政府がその政権についている方にべったりする傾向がやっぱりあるので、それがちょっとまあ、危険だなというふうに思っています。いろんな人脈を持って、はい、いろんな情報を持って、はい、ワシントン、ニューヨークだけではなく、うん、あの田舎の方にちゃんと調査したり、でこれが最近だけではなく大昔もそれ、うん、あったん、例えば2006年の中間選挙の時、はい、にあのワシントンの日本大使館から日本に、はい、戻ってきた職員の方と意見交換した時、はい、彼はいやもうあの共和党は大丈夫と断言していたんけど、うんうんうん、私はやっぱりあの民主党が今回の 中間選挙の強いと、まあ、反論していたんですけども、うんうん、結局やっぱり民主党が強かった、うんうん、で後にオバマ大統領が2年後に誕生する、うんうん、で今回は、はい、まあ、あの一般的にはまあ、バイデンというか民主党には、うん、打撃が来るという、うん、まあ、見通しだし、うん、希望があるんですけれども、うんうん、だけども私はアメリカの投票制度には、はい、あるいは民主主義そのものには、うん、ちょっとやっぱり疑問を持つようになっている、うん、その信頼ができなくなっている、うん、でこれが2020年の大統領選、16年の、はい、予備選、大統領選には、はい、もう見てきたので、うん、制度がやっぱり残念ながら壊れている、うん、でその意味では日本の、まあ、あの選挙制度の方が、うん、非常に、まあ、良い、よっぽどいいと、うん、思っています、うん、問題がもちろんあるんですけれども、はいはいはい、
かなりの信頼度で投票ができる、うん、でアメリカの方州がバラバラ、うん、完全に不透明で、うん、そのあまりにも利権が関係して、うん、そのまあ、ある陣営がの関係のある会社がこの投票のソフトを開発したりこれがあの ブテジェッジという今の運用大臣、はいはい、長官を務めている人が、はいはい、これ予備選の時不正があったの、はい、だから予備選の時不正があったら当然本選で不正があるだからいくらバイデンが人気がなくてもメディア、IT あるいはそのいわゆるディープステートとかがあの民主党にとっての勝利を促す方法はいくらでもあると思います、うんうん、そういうものなんですね、はい、ある方が言ってましたけどもあのもしかするとバイデンは次の中間選挙に勝利するために軍事介入するかもしれないって言ってたかと思いましたけども、うん、いつもあの戦争を始めた大統領は支持率が上がるっていう傾向があったというその可能性っていうのはどうなんでしょうまあ、本来なればそうかもしれないんですが、ね、やっぱりアメリカ国民が、で賢くなっているああそうですかああでそういうトリックで、あの使われなく なりつつあると思う、うん、でやっぱり結局のところ、うん、あの何のために死者を、うん出すのか、うん、で結局死者が出ているのはこのあんまり何もない人たちの、はいまあ、そういう、はいまあ、なんていうその比較的に恵まれてない家庭とか、はいそうですね、だから、うん、結構多くの国民がもう、うん、やっぱり諦めて 飽きているというふうに思ってますなるほど、うんまあ、あの多分日本人よりもアメリカ人の方が、まあ、裏側っていうかですね、うん、なんかそういうのに気がついてる、はい、いいんじゃないかなって感じがするんですけども、はいある、まあ、最近の世論調査では、まあ、いわゆる無党派の人たちが、はい、数年前の4割から今6割までこうなっている、はいそうですか、はい、そういう傾向もあるし、で、だから彼らは一番、まあ、その投票するグループ、はい、の中では一番、まあ、人数が多い無党派の人たちでその投票しない人たちが実はさらに多い、つまり無党派の中に、そして民主党、共和党の中にいるので、だから一番多い人口アメリカの国内で多い人口は投票しない人たち、そうですか、はい、ということです、まあ、やっぱり政治不信っていうがやっぱりある何も変わらないというやっぱり気持ちがあると思います、でうん、だけど、さっきのおっしゃっていた方は、ね、今までの事例で言えば、はい、もうその通りと思う、うん、で特にメディアが非常に上手になっている、うん、同調圧力が一層やっぱり強くなっている、うんはい、だからこれであのバイデンの勝利に簡単につながるかどうかは、うん、ちょっと今のアメリカではちょっと考えにくくなっていると思う、うん、でそれがいいことと思う、つまり賢くなっているそういうことですね。またバイデンも失言が多いしとヘマをやってるという、はい、そういうことですよね、はいはいはい、で、まあ、民主党の中では彼があの一番人気がある大統領、うん、あのバイデンが、はい、彼の副大統領が、まあ、ある調査では、まあ、約3割だった、うん、で彼女より若干人気があるのはそのブテジェッジという、あの不正を繰り返した人、はい、だけども、まあ、いずれにしても3割程度、うん、要するにあの次の世代の人気があると言われている人たちが現職の大統領より不人気です。ああそうなんですね。ということで、まあ、民主党には将来がない、なるほどということは言える。うん、だけどもまた別の分析では、はい、この
若い人たちがやっぱり、うん、多くなっているので、はい、で例えば、まあ、移民者も増えて、うん、彼らは市民権を得ると、うん、まあ、民主党になるんじゃないかということ、だから将来に向けて民主党がの、まあ、支持基盤が、うん、まあ、強くなるという、うん、まあ、見通しもあるんですけれども、だから移民をたくさん入れてるんですね、はい、だけども、移民にはいろんな考え方の人たちもいるし、はいはい、意外にやっぱり共和党を支持する人たちいる、うん、で多分移民の中にはアメリカ人よりアメリカ人になろうとする、うん、なるほど、そういう人たちもいますので、なるほど、簡単には言えないんですが、うん、つい最近それについて新しい本が出てて、はい、でまだ読んでないんですけれども、非常に丁寧に分析している、うん、ものです、はい、なるほど。あと中国についてですね、もう一つインドという大国があって、はい、先般岸田総理とモディ首相が会談して、うん、どうもこの少し態度が曖昧だったところもあって、もともとロシアと軍事協力をしていたりとか、はい、いろんな国、はい、何かこう非常にこう独自の立場を取っているのがありますが、はいはい、エルドリッジさんどんな見方になってますか。そうですね、まあ、やっぱりずっと前からやっぱりインドはちょっとやっぱり、まあ、扱いにくい国と、まあ、少なくともアメリカから見れば、はいはい、で例えばクアードの方、日米豪印にはやっぱりそのインドがちょっと微妙な存在、そのいざの時にどこまで協力してくれるのか、はい、でずっとあの非同盟の、はい、まあ、あの路線、はい、その建国してからずっと取ってきたんですけども、でそういう今回は例えばその、で棄権したりとか、うん、ですか、でそれで、まあ、例えばアメリカ国内には、はい、かなり強い批判を、うん、受けているんで、はいはい、だけどもやっぱりインドの立場に立てないといけないと思います、うん、で、まあ、立てるというかその立って分析する人があると思うんで、やっぱりそのインドはさっきおっしゃってたように、はい、ロシアと非常にやっぱり深い関係がある、はい、そうですね、で、まあ、主に3つの分野で、うん、はい、そういう深い関係がある、はい、で一つはおっしゃってたあの軍事の側面、はいはい、まあ、特にあの武器の方で、2つ目がエネルギーの方、はいはい、で3つ目は外交的、うん、で外交が多分一番分かりやすいと思うんですけども、はい、例えばあの、ね、ロシアが、まあ、旧ソ連が常任理事国安保理において、はいはい、で彼ら の、まあ、その、 あの国連における投票行動を見ると、はいはい、このインドよりの、うん、あの、まあ、投票がもう 100%、 あ、なるほど、今までその戦後で、でそれがやっぱりインドにとって非常にありがたいものだったん、はい、で特にインドにとってパキスタンの問題もあり、はい、ありますね、であと中国の問題もある、はい、でそのロシアが、まあ、インドの味方をしていたことが非常に大きい、うん、で、まあ、軍事、すなわち武器の方では、インド軍の、約 85% の、はい、持っているその装備品はロシアから購入しているんです。でロシアですか。はい、であのもし例えばインド軍の、まあ、西側の組織、はい、しようと思ったら、ね、もうゼロからしないといけないほどインドが特殊なものを使っているんで、まあ、逆にロシアからするとインドはそのあの武器の輸出の市場の中ではインドが 23%、 そんなに、だからロシアにとってもインドが非常に重要なパートナーである。でエネルギーの方ですけれども同じぐらい 85% の石油は、インドがロシアから購入している、85% 依存しているんですか、はい、ですのであのインドの立場からすると、もうその国益以上、その基準だけでは、もう当然、まあ、危険
で、ね、反対しなかったことがありがたいこと、と言えると思う。普通、まあ、本当に反対するかどうか別としたい、だからこのあんまりでも圧力ある、まあ、プレッシャーをかけると、まあ、良くないなと思う。やっぱりそういう関係からすると、ね、うん、でだけどやっぱり今後クワッドにおける中国の、まあ、存在が、まあ、中国というかのインドの存在がやっぱり、はい、うん、まあ、正直気になるところです。そうですね、はい、確かに。あと、まあ、インドみたいにこの態度を明らかにできない国って結構他にも多いんですね。はい、はい、うん、でやっぱり一つの背景にはやっぱりアメリカがしっかりしてないから、で、しっかりしてないから、本当に付き合うべきかどうか、 あるいは付き合ったら危ない目に遭わないのか、だからそういう再び世界が期待できる国になってほしいなと思ってます。まあ、去年のアフガニスタンの撤退なんかもいろんな国が見てるんでしょうね。はい、まあ、私は撤退が、仕方ないと思ってます。その20年間の戦争で、はい、で無目的と言っていいぐらい、で、まあ、多くの犠牲者も出したり、はい、でものすごくお金を使ったり、はい、でほとんどそれが腐敗者と軍事産業に行ったお金、はい、本当の意味 の、 アフガンの復興とか再建にはあんまりなってないの で、 でバイデンは副大統領の時から、あるいは実はその以前から彼が2002年の1月に初めてアフガニスタンを訪問した、はい、その形で、その立場で外交委員会の委員長として、はい、でもうやっぱりこれがうまくいかないことは20年前からも彼が見てたので、だけどもその撤退する権限がやっぱりなかったので、まあ、なるほど、うん、だからそうで、まあ、でもともとその撤退する方針はトランプか、まあ、方針は確かにそうですね、はい、ただ撤退の仕方があまりにもというそういう言い方なんですよね、はい、そう、はいはい、だから、まあ、だからそういう期待される国にしないといけないなと思ってます、うん、はい、わかりました。まあ、いずれにしてもあれですよね、アメリカ今まで通りアメリカ兄貴分だと日本人は思って頼っていたのが、どうもそのアメリカがガタガタしてるっていう、はい、まあ、アメリカにももちろんしっかりしてほしいっていうのはありますけども、まあ、我々としても今回のウクライナってやっぱりもう国家としての自立といいますかね、うんうん、これが一番大事な教訓ですよね、いろんな意味ですね、はいはい、どうも今回もありがとうございました。ありがとうございます。